ますよ。拠点守ってますよ。拠点行くね。もしかして今いたのアルスさん？もしかして今のアルスさん？え、ごめんごめん、法定速度守りすぎやね。ヘリが飛んでたからさ、誰何かなと思って見てた。めちゃめちゃ遅かったやん。そうそう、めっちゃ遅いよ。カスタムしたのにせっかく。怖いじゃん、なんか飛ばしてるとすぐさ、なんか止まれって言われるから。合ってる？うん、だって一気になくなったじゃん、スプレーとか。あー、そうだねそうだね、なかなそうだね、合ってるね。一応警告はしたんだけど、止まんなかったからもうやっちゃったわ。でも俺らの方針的にもテリトリー荒らしてるやつは撃つだもんね、もう。いや、もうしゃあないよ、だって。しゃあない、しゃあない、これは。こういうのに変わったんだもんね、だって。いや、もう変わったんだよ、俺らが木を掘って、穴を掘ってた時代終わったもん。え、一つ言っていい？これ金稼げなくね？みかじめオンリー。そうなんだよね。玉台とかで、しかも捕まったら、俺らあんま旨味ねえな、構想の。相手の奪ってタルコフみたいに相手の武器とマグチェックしてマガジンから強い弾入ってたら抜いてぐらいやんないと。でもなんかアルスさんはあれだわ、なんかアップデ前もアップデ後もなんかほんわかしてるわ。変わってない、代わりに気づいてない、この世界の変化に。いや、気づいてるよ。気づいてる。スプレー入荷したりとかいろいろやってたのに。そっかそっか、ありがとうありがとう。ありがとう。まあめちゃめちゃありがとうよ。いや、なんかそのあれよ、精神的な意味よ、アルスさんが。なんかその俺らが焦っちゃってる中、アルスさんがほんわかしてくれとるなっていう。うん、まあ確かにそれは変わってないかも。いいね。俺もう今辛いもん。お金稼げないってことだよね、みんなは。違う、もう両親の呵責に耐えれない。俺4人手染めて4人殺しちゃってたもん。いやでもね、そういう世界だよ、うん、ここは。両親の呵責に耐えられない、俺は。両親なんか捨てされ。まあ、リツキさん結構お世話になったんだけどな、このサーバーでも。飯ももらって、水ももらったのに、そんな人俺、スケボー乗ってる。リツキン TV やったの？やったよ。本当に。でもリツキン TV に僕のコンビニ強盗したから、もっと閉めてよ。え、そうなの？なんかさ、ログインした時に、あのリツキさんが？そう、銃乱射してたんだよ、多分。するわけないだろ、リツキさんがそんなことするわけないだろ。いやでもさ、地道に何回も殺すしかないかもな。え、なんて言ってた、なんて言ってたっていうの。あ、みたいな感じでいなくなってた。いや、ほんとね、確証がない、ほんと。あのリツキさん、そんなことするんや。でも犯罪めっちゃ乗り気だったしな。マフィアの女か。これなんか、渋春から、なんかちょっと話し合いがしたいって言ってるから、一旦話し合いする分にはいいんじゃない？ OK。 まあまあいいよ。どうやって、じゃあ8083集合しようか。ローレントクさ、変わったな、世界が。はー、今からどんな話し合いが行われるんだ。ポドカ孤立したらいいなって。やめて、お前言葉強すぎ。いや、ポドいいやつだからね。ポドいいやつだから。俺この GTA が起動しきるまでは本来の俺だから、うん、本来の今俺だから。起動したらあれだけど、ボドカ大好きだからな、俺。結構おもろくて優しいから、結構あれだけど、争いたくないけどな。でもここに入っちゃうと、ここに入ったらあれなんだよな。ここに入っちゃうと人買っちゃうから。はい、ボドカボコス、フルフェイスできた方がいい。かなり口臭い。ガレージ入っちゃったよ、俺。ガレージ入んなくていい、これ。ガレージの上。多分こっちから入れる。こっちこっち。上。ああ、オッケーオッケー。待って、2ダウンだからね、あなた。おー、いいな、すごいね、こう、いいね。うちの夜市が2ダウンだ。いや。名前見てあげてよ。空気読んで。空気読んで。空気読んで。どうなっとん、ここ今。お前だろ。空気読んで。今どうなっとんねん、これ。座れ。ああ、じゃあ人数分の石あんじゃん。話し合いってことでいいんだよね。そうだよね。こっちちょっと人数不利だな。ジャスパー、暴れんなよ、ジャスパー。ちょっと待ってね。座れ、お前。こいつらいつ食っていいの？ジャス、まだ、お座り。ジャス、待って。食っていいとき言ってんな。おい、ジャスパー、まだ待て。上がれへんやって。わかった。で、なんだ？お前らさ、今の現状をまあ整理すると、お前らうちの島に出入りかなりしまくってるよね。で、うちのテリトリーって分かってやってるよね。それがこの構想を生んだってことだよね。はい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 。なるほどね。
とことんやるつもりではあるよ。でもこっちはもうさっきの騙し討ちで結構もうかけてる。あー、コスプレイヤーに殺す、コスプレイヤーに殺されたやつ。コスプレイヤーだな。コスプレイヤー弱いんだ。ああ、コミケ行けよお前は。まあでも俺らもコスプレでもしてろ。俺らちょっと新しい家の見学行こうとしたら、まあね、襲われちゃったからね。なんかタコ部屋みたいなとこで一方的に撃たれてなんやなんやってなった状態だな。薬売ってたよね。まあでもあっこのテリトリーね、島だよな。そう、あのでもね、実質うちの島なんだよね。いやいやいや、何言ってんの、何言ってんの、何言ってんの。このガソスタマジ知らんま。知らん。お前オイスやりすぎなんじゃねえか。渋谷のガソスタなんだよ。おい、こいつオイスのやりすぎだよ。この部屋オイスくせえな。オイス色のスーツ着やがってよお前。最初は真っ白だったんだろうな、それもな。頭クレイジーボールとかマジで。お前これ、これ何本、何本だこれ、今何本に見える。何本に見えるのそれ。3本だろ。ああ、身内もやってるわ、身内もやってるわ。3本だろ。身内もやっちまってるわ、オイス。ボス、めちゃくちゃ。いつの間に俺らのボス、オイス漬けにしたの、お前ら。勝手に吸ってる、これ。ガレージでオイス漬けにしたな。あ、趣味で。足が置いてる。趣味オイスなんだ、これ。ユニコーン乗って帰るとか言ってる。ボスは一旦黙ってていいわこれ。まあでもぶっちゃけだけど500万請求されて、この構想一生続けてもガチで同じことしか起こらん。何も言ってない。どの口が言ってるんそれ。お前らから仕掛けてきての話だもんね今。そうだぞ。売らなきゃ手出さないけどね。あ、それだよね。うん。それはそうよ。終わり、終わりのところ、終わりのところ決めたいって。終わりのところ。売らなきゃ手を出さないじゃない。売るってことだよな。このまま。あ、もちろん売るよ、もちろん売るよ。売るよ。じゃあ終わんないくない。じゃあもう終わんない。じゃあもうここで幹部全員さらっちまうって話になってくるけどね。ちょっと人数振りか。大丈夫、ジャスがいるから。そっか、ソロリリアンと頼む。ジャスパー、もうそろ暴れれるかもな。実際発砲されて、発砲通知行って警察来てパクられて終わりだよ。それ繰り返すだけだよ。RP の中でどっかでちゃんと決めよう。俺ら、不可侵条約作ろう。お、ああ、いいよ。これっぽい。俺らは、わかんないけど、ボス次第。赤の、エリアに手出さない。で、そっちも俺らの黄色に手出さない。手出さない。でも、黒と緑は出していいから。そういうことね。それでいく？じゃあ、俺らがそっちに手出した瞬間にもうトリガーにしよう。逆もそう。今点滅してる、この領地は俺らの領地でいい？赤の点滅してるやつは。そうだよね。そうしようか、そうしようか。あかん、あの、現状赤のパーセンテージが多いんだから。いや、そうだね。そこはもうちょっと俺全然いいと思う。それはしょうがない、それはしょうがない。今まで頑張ってた。上とかな、ほとんど占められてるでな。まあでもだから難しい、どれなりの武力を持ってんのよ、うちも。はいはいはい、わかるわかる。まあこのまま一生殺し合い、ボドカニーは不可侵じゃなくていいんだよな。ボドカニーは大丈夫、ボドカニーはね、それは大丈夫。あー、それはお前らだ。それはお前ら、それなら、それならいいや。殺し続けてんのが原因だよ。俺だけ不可侵じゃねえんだよ。そんだけ、そんだけ、俺が目だよそれ。なんでナイトスコープつけてんだ。お前明るいぞこの部屋。ここうつじゃないぞ。いや、お前らのボスを見ろ、お前らのボスを見ろよ。やめろおい。どっちにもめっちゃ聞いてるぞ。突撃してるからやめろ。めっちゃ恥ずかしくなってきた。いや、あのね、こいつはあのオイスのやりすぎて現実を直視できなくなっただけだから大丈夫。なるほど、了解了解了解。じゃあ今どこを取りたいと思ってんの、黄色は。俺らはもう今の地域の住民を守れればいいからな。いや、ほんとに俺らはそう。ぶっちゃけ欲しかったのはお前らの点滅してるエリア。そうやね、ここめっちゃ欲しかった。なんで欲しかったの。そこね、我が家のガソスタなんだよね。あのね、うちの参謀のガソスタがあるんだよね。判明してる。はい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 。まあでも、もうね、それは。渋谷のね。それはでも、うちの領土やからな。ここはそうだね、しょうがない。そうね。まあまあまあ、給油中に襲われることがないのであれば、ギリギリ許しましょう。それはないでしょ。お？ないの？え、給油していいの？給油中よ？どういうこと？薬売って、給油中よ？え、どういうこと？何言ってんの？お前頭おかしいじゃねえか。でも、土地に入っちゃいけないの？いや、土地には入っていいでしょ。土地には入っていいでしょ。いいけど、薬を売ったり、スプレー塗ったり、消したりしてる。給油は全然いいよ。給油はいいでしょ。給油はいいよ。給油はいいよ。薬物吸うのもいいよ、別に俺らのエリアで。吸うのはいい。吸うのはいいんだ。オッケーオッケー。ボドカは24時間やっちゃっていいの？
それはいいでしょ。それはそうです。それはいいよ。それは、うん、しゃあない。だって配信的にボドカやらせてくれやんと、こっちに。オッケー。うちもジャスパー、ジャスパーやってジャスパー、こっちはジャスパーで。こっちはボドカ、そっちはジャスパーで。なんで。いつでも OK ね。で、お互いのエリアは絶対侵食しないで、侵食したら、もうそれが回線の合図で。はい。OK。で、黒と緑どうする？はもう、ガンガン行っていい。いやそこでやるぞ。今分からせの時期かなって。一応俺は同じことに入ってくるやつに分からせる時期かなってところはあるかな。動物の喧嘩何これ。いやマジでね、どのギャングもバチバチだね。もうマジでテリトリー争いがマジでやばい。そうだね。いやまあ、まあ出方次第だね。緑と黒はそっちのルールがあるんじゃないか。おいエグいって。じゃあこの赤と、黄色は不可侵で。いいよ別に。はい了解です。で、なんかアジトどこにあんの？これでしょ。ここだよ。これなわけねえだろ。これだ。ここだよ。これだろ。どう見てもこれだろ。どう見てもここだろ。マジでこれだろ。これ以外ねえだろ。こんなとこ買えるわけなくない？僕ら何個も。ふざけんなよ。買える買える。買えないだろ。うちらが何件強盗決めてきたと思ってんだマジ。マジ買ったのここ。買った買った。お前らのノウハウ教えてんのも渋谷春だろ。渋谷ある抜けたらそっち何が残んだ？ボドカがいる。3本残ったら終わりだろ。ネタ枠じゃねえか。エイトのスタンだよ。あいつルパンの格好して何もしてねえぞ。あいつ1500万でクソ高い車フルカスタムしてバリ弱いゴミみたいな車作ってたの。オランシャこの場所にも。あれ食い虫じゃねえか。で、じゃあこの後一緒に侵略しようとしてるところを被った場合は普通に敵対で打ち合って倒そう。それはそうでしょ。それはそうだね。今のこの現状の領地以外は不可侵はなしね。なし。で、それはされてどうする？もう赤とか黄色になりきった場合は不可侵続ける？そこは。その方がいいんじゃない？どうする？それで行こうか。それで行こうか。じゃあそこのさ、黄色の真ん中が取られたとしてさ、緑に。はいはい。そのタイミングで俺らが緑を取りに行くのはいいの？ダメ。それはいいんじゃない？もうダメじゃない。それはしょうがない。それはしょうがない。それはいいでしょ。それはいいんだ。しょうがない。それはいいんだ。これ切らないといけないから。色じゃないから。しょうがない。え、でもある程度地盤固めてあげないとかわいそう感はない？わかるわかるわかる。俺らは別に左上とか取られてさ、そこに黄色取られてもいいけどさ、黄色だってこれ2ブロックでしょ。2ブロックやね。まあでも結構役付けにしてるよ。強い強い2ブロック1、2、3、4。依存度の高い多いっすね。これ下のブロックやってっから、こっち下のブロックかなりうめえな。黄色黄色うまいよ。そうだね、このまま下行こうかなと思ってる。結構ねいい感じ。あおい取んなよ。取んなよ。おい取んなよ。こんな感じで、赤と黄色はそうしよう。で、黒と緑に関しては知らん。またそっちでやってくれ。ああ、それはまあ俺ら、そうね、俺らだけのやつがあるからね。言うてもね。前のなりでやって。じゃあこれ話したよね。したんだったら申し訳ないんだけどさ、これ今の黒のとこが赤になった時に、そこに売りに来るのは？それは大丈夫、それは大丈夫。ちょうどさっき話したやつよね、それ。お前マジで。お前本当バカなんだな。お前ちゃんとごめんね。本当に頭悪いんだな。耐えろ。うちのジャスパーこういうことしてない。お前バットに正解ないなんか。頭悪いけどな、殺しだけはできんもんな。お前は。ダリーマジで。殺しでここまで来たもんな、ジャスパー。このサーバー入ってから何人殺したんだっけ、ジャスパー。うんやめて。うんやめて。知能指数がね、やめて。ツイッター見てた？日本語は難しいよな。頭悪いけど殺しだけはできるもんな。ヤスは。そうだよ。ゴーサーバー入ってから何人殺したんやったっけ？15人。少なく普通だな。でも、そのうち警官が何人？5人。今日、でも今日警察のトップ倒したもんね。そうだよ、釈迦。釈迦どうやって倒したんやったっけ？ワンタップよ。単一タップごと？あ、後ろから。めっちゃ簡単、めっちゃ簡単。ワンタップ。めっちゃ簡単。その最後の瞬間、釈迦後ろ向いてたよ。あまりにも不利な打ち合いすぎて釈迦さんやられたと、あーって言ってた。今回開始、すまんな。すいませんね。不可侵で。はい。何かという感じで。はい。次、構想になったらまあ。いつまで座ってんだ、お前くんさ。無理。
あ、全然販売困ったら言ってもらってください。よいしょ。やったー。その時は渋谷春じゃなくてね、師匠として受け入れるわ。そうそうそう。まとまったな、でも。なんかちょっと敵みたいな感じになっちゃったけど、あそこの話し合いでは。いや、まあまあ、普通に個人だった時は仲良くいつも通りやそうよ。そりゃそうよ。そりゃそうでしょ。ああ。えい。ただアタックに来た。えい。どれに揃える？カラーが漫才始ま、漫才始まりそうやな、これ。3。はい、どうも、言うてやってますけど。で、トルソーが。あれ、なんか俺全然違うのになった。違うのじゃない、ジャスパーは。まあまあ、わかりやすいけどね。あー、なるほどね。そういうことか。まあ、でも、かっこいいんじゃない、まあ、悪くない、悪くない。うん、赤は赤。ベスト脱いでよ。私、漫才師っぽい。いや、漫才が違うだけで、キシマルさんベテラン漫才師これな。まあでもツッコミだ、ツッコミ顔だな。いや、ボケ顔じゃない。ボケるかな。どうどう、ツッコミそうでボケるじゃない、これ。あ、笑い飯だわ、これ。両方ともやるわ。カラー、待って、二人並んでほしい、これ。カラーの数値そのままで、多分移動してたら。どっちがツッコミだ。ジャスか。あると思う。ジャスがツッコミだ、これ。ジャスが俺ツッコミか。はい、どうもカラーをさ、BFF ポーズ何？近いのならこれとか。ああ、そうね。潜在写真。イエス・フォーリン・ラブみたいなやめて。これで潜在写真。ワイルドはいいか？イエス・フォーリン・ラブみたいなやってんや。持ちネタこれ。ちょっと、ジャスパーさん、ちょっと俺以外やめて。俺以外やめて。気持ち悪い。気持ち悪い、マジで。思考は3年使った？それも3年パンツ買おうかよ、パンツ買おうかよ。色はちょっとくすんでる。まあまあまあ、ボスが言ってる、ボスが言ってるからね。だって女の子、女の子、女性人がすごい。女性人とか言うな、思考。女性人ってなやめて。女性人って違う。そう、マジでこれですか。女性人マジか。女性人なんでピな目にピクルス詰まってる赤い。女性人マジか。女性人いいんじゃない。あ、待って、靴決めてねえわ。やばいね、この赤い集団。これ怖くね、これ。これはわかるわ。これはわかる。アノニマスっぽいよ。バイクで揃えてもいいかもな。待って待って、俺飛び飛び降りちゃった、飛び降りちゃった、飛び降りちゃった。普通に飛び降りちゃった。どういう笑い？どういう笑い？最初のお笑い。入りまくってんな、モンモンが。もうもうええけど、覚悟がちげっすわ。ボス入れすぎ、モンモンがすごいっすよ。入れすぎっすよ、もうヘッドのバットウィングってやつかな。バットか。あ、バットだ、バット。いや、トだよ、トトトトト。バットかな。何番か教えてくれ。何も見えねえけど。いや、検索できるよ、検索できるよ。俺英語のやつになってて。コサ5にした、コサ5にした。あ、じゃあ教えない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 ま。コサいくつだった？教えないわ。コサ5にしたか、ちゃんと。5ね。じゃあコサ5。じゃあコサ5だよ。じゃあコサ5。バットウィングです。そこじゃないね。教えて。バット。コサが5。そこじゃないね。どう？もう入れれてるよ。見えてるな。あ、見えてる、見えてる。めっちゃかっこいいよ。いいね。俺マジタトゥー入れすぎてもう入れられないからな、体に。イブラヒムがこれねやつ。もうイブラヒム来たら服買わせてタトゥー掘りまくらなな。まずは。とりあえず連行だね。首に無理やりダウンさせてもうタトゥー入れさせに来るか。待って、ヘシコ想像より入ってんな、タトゥー。想像より、想像より覚悟決まってるか。右腕に当たり目じゃないですか。うわ、統一感あるのいいな、服。いいね。誤射ねえよ。めちゃめちゃいい。誤射ないね。誤射ないね。何してんの、何してんの、何してんの、お前。よーし、これで石洗うか。謎の赤い集団。おほ、八で起きればいいんだよ。おほ、これこれこれ、駅行きます。おほ、頭脳に来るやつをフィジで破壊。おほ、わわわわ、なんかじゃない。